小出さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2月24日新宿ロフトプラスワンで、ラジオフォーラムのですねイベントがありまして、その時に、はい、ゲストに一緒に来てくれました、はい、おしどりの二人が今日はスタジオに来てくれております。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。ケンさんもですね。そうですよ、僕も行ってます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、それでですね、ロフトプラスワンのですね、はい、シンポジウムの時にですね、はい、ギャラリーの方からですね質問があって、ちょっとすべて答えられなかったやつがあったのですが、はい、そこで出たものでですね、はい、3月12日のですね、はい、2年前の3月12日福島第一原発の事故の時にですね、はい、1号機爆発しました、はい、その時にですね、まあ専門家の方いろんな話をですね、テレビですとか新聞ですとかされておられたのですが、はい、まずですね、メルトダウンということについてですね、はい、先生簡単にちょっと、解説をいただければと思います。はい、原子力発電所というのはウランを核分裂させて、その時に出るエネルギーで水を沸騰させて蒸気にする、それでタービンを回しているわけですが、はい、何か事故が起きると原子炉ので起きている核分裂反応自身は比較的容易に止めることができます。なるほど。原子炉の中に制御棒というものを入れることで核分裂反応を止めることはできます、はい、しかし、それまでの運転で原子炉の中には核分裂性生物という放射性物質が膨大に溜まってしまっているわけです、はい、核分裂性生物というのはそれ自身が放射線を出す、つまり発熱しているというそういうものなのですね。なるほど、はい、ですから核分裂の連鎖反応自体を止められたとしても、すでに炉心の中に核分裂性生物が溜まってしまっていると、その発熱を止めることができないのです、はい、その熱をどこかに逃がさない限りは原子炉の温度が上がってしまって、どっちにしても溶けてしまうということを避けられないというのが原子炉という装置なのです。なるほど。それでですね、はい、1号機のオペレーションフロアですね、はい、これはどういう部分に当たるのでしょうか。原子炉という私たちが普通呼んでいるものは、はい、炉心という部分がまず一番中心にあって、はい、それを原子炉圧力容器という鋼鉄製の圧力釜の中に入れてあります。その圧力容器もさらに大きな原子炉格納容器と呼ぶ、福島第一原子力発電所の場合には理科の実験で使うフラスコのような形をしている大きな容器があるのですが、はい、その中に入れてあります、その格納容器というのが、原子炉に何かトラブルがあった時に放射能を閉じ込めるための最後の防壁なのですが、はい、その格納容器も含めてさらにまた原子炉建屋という、まあ、皆さんが映像で見られた四角い建物が、四角な大きな建物がある、白とブルーの あの建物のことですね。そうです、はい、はい、でオペレーションフロアというのはその原子炉建屋の最上階の部分に相当するところを私たちがオペレーションフロアと呼んでいます。なるほど。それで、オペレーションフロアがですね、はい、爆発で吹っ飛んだ、はい、ということは、メルトダウンをしているに違いない、はい、というのが、まあ、原子力のですね、専門家の常識であるということなのですが、はい、そのあたりについてお願いします、はい。なぜあんな大きな爆発が起きたのかといえば、原因は一つしか考えられません、はい、要するに水素なのです。で水素というのは非常に軽い気体ですので、もしそれがどこからか漏れてくることになれば、建屋なら建屋の最上階に集まってくるというそういう性質のものなのです、はい、で1号機の爆発も原子炉建屋の最上階に相当しているオペレーションフロアで起きたのです、そうなればあの爆発が水素爆発だということはすぐに分かりますし、一体じゃあその水素というのはどこから出てきたのかということが次に問題になります、はい、そしてこの水素は、ウランの燃料というのは通常は瀬戸物に焼き固めてあります。直径1センチ高さ1センチという小指の先ぐらいの小さな瀬戸物に焼き固めてあるのですが、よく言われるペレットというものですね。そうです、ペレットです、はい、そのペレットを約400個ほど細いパイプの中に詰めてある
という、そんな形で炉心の中に存在しています。はい。そのパイプの材料が、ジルコニウムという金属でできているのですが、はい、そのジルコニウムという金属は温度が850度程度になると周辺の水と反応して水素を発生するというそのような化学的な性質を持っているのです、はい、ですから、原子炉の中にあった核分裂性生物物が熱を出したがために炉心の温度がどんどん上がっていって850度を超えてジルコニウムが水と反応して水素を出したということがわかります。なるほど。そしてその反応は発熱反応と私たちが呼んでいる反応で、一度反応が始まってしまいますとその反応自身によってまた熱が出てくる。そうすると温度がさらに上がってしまう。そうすると反応がさらに加速する。そうするとまた温度が上がってしまうという悪循環に陥ってしまいまして、はい、どんどん温度が上がっていって一挙にジルコニウムという金属が水と反応して大量の水素を発生してしまうということになることが分かっています。はい、で同時にそのジルコニウムという金属はウランのペレットを中に包んでいたものなわけですし、はい、発熱によって次にはウランのペレット自身が溶けてしまうということになるというのが私たちの事故にを想定しての、シナリオだったのです。まさにその通りのことが起きました。なるほど。まあ、いわば、原子力の専門家の方々に言われば、まあ、教科書通りのことが起こったということになるわけですね。そうです。けれども、まあ、私の知る範囲でですね、はい、当時、テレビですとか新聞ですとかですね、はい、専門家の方、いろいろ解説をされておられましたが、はい、小出さんのようにですね、そういう、明快なですね、はい、解説をされた方っていうのは、あまり記憶にないのですが、はい、どうしてなんですかね。まあ、マスコミに、出させてもらえる専門家というのは、はい、いわゆる原子力村、原子力を推進していた人たちだけだったわけですし、はい、そういう人たちは決して事故など起きないと言い続けてきた人たちだし、はい、炉心が溶けるなんてことはありえないと発言し続けてきたわけですから、彼らから見れば今もう溶けてしまっていますということはやはり言いたくなかったのだろうと思いますし、はい、もしそうでないとすればよっぽど無知な人だったということだと思います。なるほどね、うん、4つの事故帳を全部読み直していて、国会と民間と政府と社内の、はいはい、でそれもすべて今小出先生がおっしゃったもうジルコニウムで反応があって水素いっぱい出て爆発しましたっていうことを全部書いてるんで、もう小出先生がもう事故と当時からね、直後からおっしゃってたことを1年経って全部報告書にまとまって上がってきたって感じになってるよね。そうやな、ね、で、そのちょっと長くなるかもしれないんですけど、その事故調の各報告書を読んでいて、その炉心を冷却できなくなってどんどんこう水が減っていったっていう水系がきちんと機能してなかったんじゃないかっていう風にちょっと読み取れる箇所があったんですけど、はい、この水系がきちんと読み取れなければ、原発事故の時ものすごく致命傷だと思うんですけど、はい、これはなんとかならないもんなんでしょうか。現在の各地の原発でも多分難しいと思います。要するに想定している通常の運転状態であれば、はい、原子炉の、まあ、今問題しているのは沸騰水型というのですけれども、はいはい、沸騰水型の原子炉の中のどの部分でどのくらいのボイドって、まあ、私たちボイドと呼ぶ泡ですね、はい、水が沸騰して蒸気になるかということがそれなりの、角度を持って、まあ、確実性を持って、計算できるのですけれども、はい、事故のようなことが起きてしまいますと、はい、もう猛烈にそのドラスティックに事故が進行していくわけで、はい、どんな状態になっているかということ自身が正確にはなかなかわからないということがありますので、はい、通常測っている水位計で事故時の水位ということが本当に正しく測れているかどうかということは、わからないと思います。まあ、できる限りだから、わかるような装置をつけろということはもちろんそうなのですが、はい、本当の事故になってしまうとどこまで確かかということは、
よくわからなくなってしまいます。なるほど、ありがとうございます、はい、そうですね、そう、通常はわかるけれども事故になるとその見せかけの圧力とかで水はいっぱいあるように思ってたけど、うん、実は全くありませんでしたっていう状態だったっていうのがすごい恐ろしいなと思います、はい、それは1979年にスリーマイル島というところで、それは今度加圧水型の原子力発電所というものだったのですが、はい、それも水位計というものがついてはいたのですけれども、通常運転の時と全く違う挙動をしてしまいまして、原子炉の中に水はあると運転員は思い込んだんですが、実は水は全くなかったという、それで事故になってしまいました。結局水位計というのも想定外には対応できんもんやねんね、はい、当てならんもんやねんね。わかりました、はい、小池さん今日はありがとうございました、ありがとうございました、またよろしくお願いします、はい、こちらこそ失礼します。